法学政治学研究科の太田でございます。なぜ法学部の先生がこの科学技術はその制御可能かとか、あの人類は進歩しているかという壮大なテーマについて、お話をするかといいますと、まあ、僕もよくわからないんですけれど、多分そうですね、ここに出てますけれど、ちょっと見にくいかもしれませんが、ここですね、あの中村民子さんという弁護士で京都大学の法哲学の博士号を持っていらっしゃる先生が、4、5年前から科学技術振興機構というところから巨額のお金をもらって、この、不確実な科学的状況での公的意思決定というテーマで共同研究をしておりまして、まあ、自然科学では物理学とか情報科学、それから工学、疫学、法学、法哲学、社会学等の、まあ、極めて学際的な研究者を日本中から集めて、研究をやっていたわけでして、その私もどういうわけかそのメンバーに入っておりまして、パンフレットの中に参考文献の最初に、パンフレットという形で、書いてあると、非売品で申し訳ないんですけれども、そういう形で、まあ、取りまとめを行ったわけでありまして、まあ、多分そういうことの関係で私の方に、こういうテーマで話をしてほしいという依頼が来たんじゃないかと思うわけです。で、まあ、法学部におりまして、法律を教えていますし、もともとは民事訴訟法というものを教えてたんですけれども、まあ、裁判の仕方ですね、まあ、そういう立場上、法において科学はどのように認識されているかというところからお話を始めようと思います。と申しますのも、日本の最高裁判所が考えている科学というイメージは、多分皆さんが持っている科学についてのイメージとかなり近いんじゃないかと思います。ところが、科学論あるいは科学哲学において理解されている、そして先ほど申し上げた中村先生を中心とした、まあ、学際的研究で理解されている科学とはだいぶ違うんですね。その点を理解する上でも、最高裁判所の、話をする話から始めるといいかと思います。ちなみに、これはご存知ですね、日本の最高裁判所大法廷、全部ないですけど15の席があります。日本の、最高裁判所は15名の判事がいるわけですね。そして真ん中が長官がいるわけですね。この光は自然光です。天井に天窓があって、自然の光が法廷を照らすようになっております。で、先ほど申し上げた日本の最高裁判所の科学観というものが、まあ、典型的に出ているのがこのルンバールショック最高裁判所判決かなと思います。そこではその訴訟上の因果関係の立証は一点の疑義も許されない自然科学的証明ではなくと、経験則に照らして全証拠を総合検討し、特定の事実が特定の結果発生を将来した関係を是認し得る程度の蓋然性を証明することでありと、これは反対解釈をすれば、その訴訟上の、まあ、認定と異なって、自然科学というのは本当にその確実な真実をその蓄積している、そういう学問であると。それに対して、まあ、裁判とか法律というのはもうちょっと柔らかいといいますか、曖昧さのあるものだと、そういうふうに考えているだろうと思います。で、まあ、皆さんも科学といいますと非常に真実、確定した確実で信頼できるものと思っているんじゃないかと、まあ、思います。まあ、そうでない先生皆さんもいらっしゃるかもしれませんが、ところがですね、それと比較してそのアメリカの連邦最高裁判所に、2つ判決がありまして、そこで出てくる科学観、裁判所あるいは裁判官が持っている科学というものの概念は
だいぶ様相が違うわけです。これはポリグラフをの結果を証拠として採用できるかどうかというものが争われた、ずいぶん古い、もう100年近い、90年経ってますかね、1923年のフライ判決と、このフライ判決自身は最高裁判所じゃなくて下級審だったんですけど、ここではフライ基準とかジェネラルアクセプタンステスト、一般的需要基準というものが提示されておりまして、そこでは科学的専門家承認が持っていると要求されている科学についてはその当該専門分野において一般的に受け入れられていることが必要であると。これは要するにその当該科学の特定の分野において大多数の研究者が真実ないしは信頼に足るものとして研究において前提としている、そういうものであれば科学であるという、極めてなんていうか社会学的といいますか、なんていうか我々がイメージするなんか物と人間の間の対峙に基づいて真実を明らかにすると、そういうものとではなくて、その分野の専門家がみんなで受け入れていれば科学だよという極めて柔らかい定義をしたわけですね。これは後で申し上げるトーマス・クーンのパラダイム・セオリーという、科学哲学を彷彿とさせるものがあるわけです。からもう少し時代が下りまして、1992年ですか、ダウバート判決というのがあります。これは次のスライドなんですけれども、それをそこにおいてはこれは有名なつわり、つわりに対する薬であるベンディクテンと、これを服用したことで子供に新生児先天性異常というのが生じたとして訴えがたくさん出た、それなりに話題となった事件なんですけれども、その時にその裁判所が証拠として認める意味での科学的専門家承認というものはどういうものかということで、ここではそのもう正面からまず議論の余地はあるが科学に確実性は存在しないと宣言しているんですね。この最高裁、これは連邦最高裁の判例です。で、理論や技術が科学であるかはそれがテスト可能かであると、現在の科学的方法とは仮説の構築と当該仮説の反証の試みとしてのテストに基づいていると。で、ピアリビューと専門雑誌に掲載されているかということも非常に重要であると。要するに査読がある科学雑誌に査読を経て、ちゃんと載せられているかと、今話題のスタップ細胞なんかも一応ピアリビューを受けて出たわけですね。で、錯誤率、過誤率ですね、過誤率を考慮するべしと、要するに科学的に検査した内容であるとか科学的な理論仮説というものも後で間違えて分かる可能性があると、その点をその間違う確率というものを考慮して、それがあまりにも大きいようだったら科学じゃないよということですね。それから当該専門分野における一般的な需要、これは先ほどのフライ基準と言われたジェネラルアクセプタンスですね、これも考慮することができるということで、完全にフライ判決の基準をひっくり返したわけではなくて、それも含めて総合判断すると、そこにおいてはそのまず確実性は存在しないと、からテスト可能であると、要するにそのカール・ポパーのいう反証可能性の理論という非常に有名な科学哲学の理論があるんですが、それを採用しているわけですね。からあとピアリビュー、それから過去の確率と、そういう意味でその一点の曇りもない科学的真実というようなイメージとはだいぶ違うイメージで捉えてて、かつこちら、こちらというかアメリカの方はかなりその科学哲学における主流な考え方をいくつかその参照しているということが分かるわけです。で、じゃあ我々がその科学という時にどこから出発するかということなんですけれども、日本の最高裁ではなくてアメリカの最高裁、すなわち、もっと言えばいわゆる科学哲学における主流な考え方から始まって、科学というものを位置づけ、そこに、進歩というか発展というか進化というかものがどのように考えることができ、それに対してどういう
制御が可能かと、まあ、順次科学工学社会科学人文科学と順次私のまあかなり独断と偏見に基づく議論をしていきたいと思います。あ、ということで、あ、そうそう、これはアンドロメダ星雲です。科学自然科学を象徴する背景は何がいいかなといろいろ考えたんですけど、まあ天文物理ぐらいかなということで、これがまあ最も我々が科学という時の純粋科学としてイメージするものかなと思ったわけです。まあ、相対論とか量子力学ともあるんですけれども、グラフィックに美しいのはこれかなということです。で、科学とは何かと言いますと、先ほど申し上げましたが、その我々は科学というと実験をしてデータを集めて、あるいは観察を集めて、うーんとデータを眺めて理論を作っていくと、仮説統一する説明を求めると、そういう考え方を機能論理というわけですね。ところがそして多くの我々は機能が科学の方法だと思っている、皆さんも思っているんじゃないかと思います。実験をいっぱい集めて、そのデータを眺めて、これが全てを説明しうる理論だと。ところがですね、現在の科学哲学では実は演繹の方が重要だと。演繹というのはまず仮説とか理論を作ると、でそれが正しいかどうかを実験で確認していくという考え方なんですね。それは統計学における仮説検定法がまさにそれに対応しているわけですね。でかつその科学が求める自然についての真実と、その真偽値はどうやって考えるかといいますと、ここで対応説という考え方に立っていると言っていいと思います。これはどういうものかといいますと、ある自然についての言明がその表している内容がその現実に自然界に起きているとであれば、当該言明は真であると、起きていないならば偽であると。要するにその自然界と外界というものをまあ想定して、それとある命題がその対応していれば真だし、対応していなければ偽だと。したがって真か偽だというのはその命題についての属性、理論についての属性、仮説についての属性であるというように考えるわけですね。多分自然科学においてはそういうふうに考えていると思います。で、科学的命題とそれ以外の命題を区別する、例えば規範命題であるとか道徳的命題であるとか政治的命題と科学的命題を区別するのは何かと、これが先ほどの反証可能性の理論でして、要するにその理論的には少なくともその実験等によって当該命題がさっきの対応説的な意味において偽であるということを示すことができる、そういう命題は事実命題であり科学的命題ということができる。逆に言うと、その何が起きても真か偽か決定できない、あるいは何が起きても真であるというような命題ですね、そういうものはもう科学じゃないということです。で、科学における真理と科学の不確実性ですが、この反証可能性の理論からいきますと、科学命題は例えばニュートンであれ、アインシュタインであれ、量子力学であれ、すべて仮説に過ぎないと。で、仮説が先ほど言ったように反証を努力、実験によって反証をしようとすると、で反証されてない命題が今生き残っている、それらが科学理論と呼ばれているんであって、それらが真実たる保証はどこにもないと。言い換えると、もしかしたら明日あるいは5年後、あるいは100年後に間違いであるということになるかもしれないと、その程度のものでしかないんだというように考えるわけです。これが先ほど連邦最高裁判所がその、真実ではないと、真実なるものの蓄積ではないといったことの意味なんですね。ただこの反証可能性理論にはいろんな批判もありまして、そもそもある実験によってある仮説を反証するとは何を意味するかと、よくよく考えると難しい問題なんですね。なぜかというと、実験がうまくいったというためには、その実験が前提とするさまざまな科学技術データがあって初めているわけですね。そうすると、反証しなかった、あるいは反証できたという結果が得られたとしても、それが本当にもともとの科学仮説の反証なのか反証でないのかということになると、
全てその前提次第ですね、その実験が前提とした理論とか、それまで蓄積されたデータとか、そういうものが正しいと仮定して初めてその当該化学命題の実験がうまくいって反証できた、ないしは反証できなかったということが分かると。ということは逆に言うと、もしかしてその前提とされていた他の真実を撮影されていた科学理論であるとかデータが間違っていたら、その実験の失敗ですよね。そうするとその実験というものは実は極めてそのさまざまな科学理論、技術理論、データに、まあ、依存しているものであると。そうするとこれで反証できたしできないというのはそう簡単に言えるのかということになるんですね。それでまあ先ほどその理論的には実験で否定できることが保証されているのが科学命題だって、それが理論上も実質上もできないものが科学的命題以外の命題であるという、それがまあその区別なわけです。でそれ以外の批判としては、現実の我々、まあ、我々というか、まあ、私も一応大学で教えてるんで研究者ということで、科学的な方法を取って使っているわけですけれども、我々がその研究する上で実際には仮説を立てて実験するんですが、それは一生懸命反証しようなんて考えてないですね。まあ、自分の考えたことが正しいということを実験で証明したいということで一生懸命実験したりするわけですね。あるいは社会調査をすると、そのまあなんていうかダイナミックスとこの反証可能性の理論というのはどうも表則が合わないというか納得がしにくいということから、このパラダイム理論というものが先ほどファライ基準というところで出てきたやつですね。すなわちその当該専門分野における、まあ、ちゃんとしたというのは何を意味するかですけど、ちゃんとした研究者たちが一般的に真であると前提として、それに基づいてさまざまな新たな仮説とか新たな問題に実験等で研究していると、そういうものをパラダイムと呼びまして、人々はそういう、まあ、科学研究というのはそういうものであるという理論があるわけです。で、まあ、実際こちらの方が社会学的ダイナミクスとしてはその研究者たちがやっていることに近いわけですね。先ほど言ったように実験だって全てそのパラダイムを真実として初めて正しい実験だということになるわけですし、もしもパラダイムが転換したら、例えばニュートン力学からそれはどうも妥当しない領域がミクロだとか超マクロの分野であるということから、アインシュタインの相対論が出てきたわけですけれども、そういうのはパラダイム革命というわけですね。でからもう一つはその先ほど反証可能性の理論からいくと、仮説理論は全て仮説に過ぎず、反証の努力に対してにもかかわらず生き残っているだけだと申し上げたわけですけれども、でもこれも我々の直感に反しますね。我々が建物をニュートン力学等を使って計算して建てて耐震構造を計算したときに、ただの仮説だとは思いませんよね。真実に近い、非常に真実に近いと考えると、そこでまあ最近ではその仮説が真である確率というものを考えて、その反証の努力を一生懸命しても、データはその理論の予測通りであればあるほど真実として確からしいと言えるんじゃないかという考え方が非常に強く出てきておりまして、それがまあ仮説が真である確率がその実験等を通じて高くなるという考え方です。とりわけ、統計学におけるベイズ統計学の考え方の人は その立場に立っているわけでして、僕なんかも実はベイズ統計学の立場に立っておりまして、この面もあるんだろうと思います。そうするとそもそもの課題である科学は進歩するか進化するかということになるんですけれども、ここで、キーワードとして進歩と進化をちょっと定義しておきたいと思います。そうじゃないと議論が混乱するものですから。で、進歩というのは目標、何らかの所要の目標に対して近づいていく。遠ざかれば退化であり、近づけば進歩であるというような定義します。これは進化とは何かというと、これはダーウィンの進化論の進化の意味です。で、皆さん生物の話だと思ってるでしょうけど、実は数学的アルゴリズムとして理解できるんですね。したがってコンピューター上のシミュレーションで、人工生命とか人工社会とかをこの進化論のアルゴリズムで計算するということができるんですけれども、
それは次のページにあります。進化とはアルゴリズムであって、そのモジュールが3つあると。1つが複製、2つ目のモジュールが変異、3つ目が選択ですね。生物の文脈でいけば、その複製というのは子供を産むということですね。で、変異というのは突然変異というやつですね。から選択というのが自然選択というやつですね。この3つのモジュールからなる集団内頻度分布の変化のことを進化と呼ぶわけです。で、我々は進化というとなんかもうちょっと違うものをイメージしていると思います。例えば単純なものから複雑なものに、進化すると。しかしそれは実は間違いなんですね。というのも、例えばこのここに書いてあるバクテリアのバイオマスを考える。バイオマスというのはその生物がどれだけの質量を持っているかというのをその他の生物の間で比較するわけですけど、単細胞生物のバクテリアが一番地球上でバイオマス大きいんですね、圧倒的に。だとしたら非常に繁栄していると。その意味では進化していると。そうすると単純なものから複雑なものということにはならないわけですね。からより劣ったものからより優れたものになると。これはバートラン・ラッセルの有名な箴言がありまして、単細胞生物から哲学者への進歩は偉大な進歩であると。しかし、ちょっと困ったことに、それを言うのは単細胞生物ではなくて哲学者だけであると。自己利益にかなう主張だということで、客観性がないじゃないかと。実際その何が劣って何が優れたかというのを定義しない限り、その意味はないわけですよね。で、その何が劣ったか良かったかを判定する基準が、その最適者生存というフィットネス、適応度というものですね。これは生物におければおいては完全にその環境に対して当該環境の中でどれだけ子孫を残す確率が高いかということです。したがってその環境次第なんですね。その例としてここに挙げたのが堂々です。南海だったと思いますが、南海の無人島に降り立った堂々が、そのプレデター捕食者もいない環境で、何が合理的かといえば、どんどん子供を作ると。で、無駄な空を飛ぶとかいうようなものはいらないと。ということで環境に適応して進化していけば、ブクブクと太って子供ばっかり作って空を飛べない鳥になったと。ところがそこで環境が一気に変わるんですね。19世紀か17世紀かな。要するに人間が来たと。人間から見るとこれうまくてしょうがないと。人間がいるという環境についてはこれは非常に適応度が低いわけですね。どんどんと逃げることもできない、飛ぶこともできない。でしかも人間にとってうまいと、もう最低最悪ということで、あっという間に絶滅したわけです。で、絶滅するということもある意味では進化だということになります。したがってその環境次第であって何らかの目標に向かって進むというものが進化ではないんですね。から主観的選択ではないというのは、その環境に即して自分を変えたというような説明をすることがありますが、決してその自分でそれじゃあちょっと首を長くして、枝の上の方の葉っぱも食べられるようにしようとキリンが考えて自分の首を伸ばしたわけじゃないんですね。たまたま突然変異等によって首が長いやつが生まれると、そいつの方がその餌がいっぱい取れるんで生き残る確率が高いと。それで集団内における首の長いやつが増えていくと。そういう過程を通じてキリンが生まれたということである。それだってまあ没価値的なわけです。から再帰的であることも多いと。これはどういうことかと言いますと、その環境自身がそのある生物の進化によって変わりうるわけですね。そしてその新たな環境にさらに適合するようにその生物も進化すると。そういうまあ何というか螺旋的といいますか、サイクリックな構造があるわけです。まあ例えば性選択なんていうのはそうですかね。その背が高く、まあ、参考じゃないですけど、背が高くて頭のいい人の方がいいとかいう 女性が多ければ、そういう人の方が結婚しやすくなって、子供を作ると。そうするとその子供たちはますますその女性であれば背が高く方がいいというようなことになってしまうと。その、まあ、ある意味で、極限みたいなものがいわゆる極楽鳥のようなやつですね。極楽鳥って繁殖期になるとものすごい飾り場に大巣を作りますよね。
でそれはそれがあるということは非常に飛びにくいと。にもかかわらず そういうものが進化したのはなぜかというと、まあ、現在ちょっと議論はあるんですけども、性選択、メスがそういう飾り羽の長いやつの方を好きになっちゃうからだと。そうすると性質の方が子供ができるし、その子供たちはますますメスはその羽が長いのがいいと。他に実はシグナルセオリーといって別の説明もあるんですけど、一応それはここではちょっと時間の都合で省いて、まあ、性選択としての説明だけにしておきます。でこのようにその進化と進歩というのを厳密に定義するとですね、科学における進歩とはどういうものかといいますと、その自然の一貫性を仮定した上でそれを説明するその理論や仮説を構築していくと。でそれをその実験等によって、反証しようとする、ないしは、実験等によって確かめるか検証しようとすると、そういうプロセスですね。で自然というのは一応一貫性があるという前提にします。要するに明日になったら質量が変わるとか、ニュートンの法則の係数が変わってしまうというようなことはないという前提であれば、自然というのは一貫していると。その一貫した自然に対してその説明、より高い説明、あるいはより多くの説明を、現象についての説明ができると。その意味で科学的知識は単調増大していると言えるんじゃないかと。もちろんこの真なる知識という保証は先ほど言ったようにないんですけれども、科学的知識は単調増大していると言えるだろうと。それと同時にさまざまな実験をやることを通じて、確かそれぞれの、まあ、科学命題の確からしさというものも高くなっている。例えば再現実験とか推奨をすればするほど、我々はあこれは正しいなと確信するわけですね。その意味で2つの意味、すなわち知識が単調増大する、から確からしさも、まあ、パラダイム転換までは増大していくということから、その科学はかなり進歩していると言えるんじゃないかと。ただし進化の側面もあるだろうと。すなわちその仮説を作る段階、これは偶発的ですね、思いつくかどうかですね。それからそしてその作られた仮説をどうやって選択するか、それはまさに反証、実験によって反証するということですね。から科学的知識は再生産されていくと。そうするとちょっと先ほどのアルゴリズム、進化のアルゴリズムを思い出していただきたいんですけれども、仮説ができるというのはまさに変異ですね。で選択がなされて再生産されていくと。それで進化のアルゴリズム的な形で科学は発展していると。その意味で、まあ、進化の側面もあると。しかし、まあ、その自然に対する説明がどんどんと増えていくという意味では、科学というのは進歩していると言っていいんじゃないかなというように考えるわけです。じゃあ科学技術と呼ばれる時の技術はどうかというのが次の問題になるわけでして、技術で何がいいかなと。これはサテライト、人工衛星です。それも GPS 用のサテライトを挙げておきました。これはちょっと理由があるので後で申し上げます。で技術とか工学と科学というのは区別する立場と区別しない立場があるんですけれども、先ほど申し上げた私が共同研究していた学際的な研究では、どうも自然科学系の先生と工学技術系の先生の間でかなり仲が良くなくて、自然科学系の先生というのは工学とか技術というのは科学じゃないというような発想があるんですね。まあ、我々法律とか社会科学をやっているものから見ると同じに見えるんですけれども、で一体区別があるんだろうかと、あるいはその方法論に区別があるのかということを考えたわけでして、この部分は先ほどのハンドブックでは出てこない話なんですけれども、その人間の幸福を向上させるとか価値を創造するとか人間のニーズを実現しようとして工学というのは発展しているのかなと思うわけです。すなわち技術とか工学の目標というのは人間の幸福かなと。自然科学ですと自然を極めたいというか明らかにしたいということですから、その結果人間が幸せになるかどうかは、まあ、脇に置いている、ないしはあんまり
議論の正面に来ないんですけども、技術の場合どうしてもその人々が何を求めているかということが影響するかなと思うわけです。ただし方法論は同じだろうと、反証と検証ですね。ここにはただし義なる科学理論の有用性もあると書きましたが、これは例を挙げるとニュートン力学というのは一般原理、一般理論としては相対論が出てきたように間違いではあるんですが、我々が日常レベルの技術を開発する際には当然の前提としておりますよね。あるいはその量子論も相対論も現在の宇宙物理だとかでは当然の前提としてますが、実はあの2つは数学的に完全には一致しないというか矛盾しているわけですから、どちらかが間違っているか両方が間違っていると、統一理論ができた時には多分両方間違ったということになるんだと思うんですけども、だからといって我々は現在科学研究するときにその量子論も相対論も圧倒的に重要でかつ真なる命題として使っているわけですよね。まあ、それはちょっと留保でありますけど、でしたって差し当たりの定義として科学、自然科学の成果と科学的方法論を用いて人間の夢の実現に努力する学問と、なんか工学者に対して随分ロマンティックな定義をしてしまったかもしれませんが、そういうものかなと思うわけです。ただしその科学と技術というのは非常に先ほど言ったように 連続していて、ほとんど自然科学と区別のない技術もあれば、非常に例えばものづくり、企業の研究所で新たな製品を開発するような技術の場合は非常に技術的な技術ということになるわけですけれども、そこはまあ連続グラデーションであって、きれいにどこかでパチッと線が引けるようなものではないだろうというように考えるわけです。でここに相対論の GPS 技術化というのを書いてますが、これはどういうことかと言いますと、アインシュタインが相対論を作った時に彼は自分の理論がその人間の使う製品だとか、あるいは人間の生活にちょっとでも影響を与えるようなことはありえないだろうと思ったわけですね。ところが我々現在は毎日自動車を運転する際も携帯電話を使う際も相対論の恩恵を受けているわけです。というのも地球というのは太陽の周りをものすごいスピードで回ってますから、先ほどの GPS この衛星から位置を同定する際にも相対論的な補正をしないとずれちゃうんですね。それで我々は現在は相対論の恩恵を日常生活で高く受けているということから分かるように、は科学と技術は、まあ先ほど人間の幸福と言いましたけど、非常に連続的なものであるということです。でじゃあそもそもの問題である技術は進歩するか進化するかという区別なんですけれども、その進歩の側面はもちろんあるとは思います。というのも科学と重なる部分がありますから。で目標自体はこの場合はその人類の幸福向上とか社会への還元実装というものでありまして、で方法論は科学と同じようにその、まあ、仮説検定法のような形ですね。したがって進歩の側面はもちろんあると科学と共有していると。ただし目標と矛盾する意図せざる結果の側面もあり得ると。科学技術のうちの技術が進めば進むほど、例えば原子爆弾だとか飛行機事故を考えて分かりますように、その負の意図せざる結果、公害もそうですね、環境破壊もそう、地球温暖化もそうですね、そういうことも起こり得る。これはもちろん技術者工学者がそのそれを目指したわけじゃなくて、人々の幸せになるようにということでさまざまな製品や技術を発展させたんですけれども、それが結局一部には戦争に使われたり、ノーベルの、ノーベル賞という形になったダイナマイトもそうですけど、そういう、まあ、負の側面もあると。その点は自然科学よりも大きいかなという感じはしなくもないです。それから進化の側面もあると。それはどういうことかと言いますと、その技術というのは単に開発段階で実験で排除される、これはうまくいかないという形になるだけじゃなくて、人々や社会から選択を受けるということかと言いますと、例えばその LP レコードだとか、ああいうレコードというのは
今は CD に変わってしまったし、 CD 自体が今はそのダウンロードして聴くという時代になって、どんどんとその人々のニーズが変わってくるわけですね。その結果そのもう誰も、まあ、ディスクジョッキーの一部の人を除いては円盤型のレコードなんて、需要しなくなるというような形で、そういう社会と人からの選択を受けていると。から目標の不確定性というのがありまして、例えば、まあ、幸福とか価値とかニーズというものは可変変化しうるものでして、実際例えばこれはちょっと古い例ですけど、ウォークマンが出てくる半年前に、ウォークマンのようなものはどれだけニーズがあるでしょうかと言ったら、ほとんどの人はそうニーズが答えなかったかもしれない。それが証拠にソニー以外はああいうのを作ろうとしてなかったわけでしょ。ところがソニーが開発して売り出すと、人々はこれはいいやってて買うようになってニーズができてしまったと。そういう意味でその目標、自然科学ですともう自然というのが一貫しているという前提があれば変化しないんですけども、技術の場合人間の幸福というようなことを目標にすると目標自体が変化すると。だからもう一つもっと複雑な問題としては、その人間の社会と技術の間の再帰的なフィードバックがあると。これはどういうことかというと、その技術が進めば人々のニーズが変わると。ニーズが変わればそれに応じて技術が新たな開発が必要になると。それで新たな開発をするとさらに人々のニーズが変わってくると。コンピューターとかインターネットとか考えたら分かりますね。あれを今から使いましょうかという90年代初頭の頃、これほど生活で必須になるとは思ってなかったと思います。でその必須になってくるがゆえに今度はまたさまざまな技術が開発されてくると。検索エンジンができてくるとかいうやつですね。と同時に負の側面も生じるわけで、それがウイルスなんかですよね。ハッカーとかウイルスとか、それからあとは今話題となっている情報を FBI が全部チェックしているとかいうやつですね。それが昔は絶対不可能だったですね。それが今は可能になったということなんで、その要するにそのニーズがその技術を作り、技術がニーズを作るというこの螺旋的な形が進んでいて、しかもその螺旋がいい方向に行くか悪い方向に行くか、それ自体は明らかでないということが分かるわけです。でちょっと時間もしてきましたが、次は社会科学と。ちょうど私が法学、法社会学という学問をやってまして、まあ、一番身近に感じるものですが、何が一番その社会科学を象徴する背景になるかなと思いまして、結局ニューヨークストックエクスチェンジ、経済学のイメージなんですけど、ちなみに今話題のフラッシュボーイズというのがアメリカで大ベストセラーになってますが、それによるともう今証券取引所っていうのはこのイメージじゃないらしいです。全て分散したコンピューターサーバーであって、人々がこう怒鳴り合いながらスリップというか紙に値段と量を書いて取引をするというようなことは一切なくなっているそうですが、まあ、一応まあ我々のイメージとしては経済学とかはこのイメージかなという形でやったわけです。で社会科学というのは今言ったようにその経済学とか社会学とか心理学とか政治学とか法学とかが含まれるというように考えております。まあ実を言うと個人的には法律学というのは果たして社会科学なんだろうかというのは非常に深い疑問を持ってまして、多分ここで説明する意味での社会科学とはちょっと違うんじゃないかと思います。一応、まあ、一般の方あるいは法学部の僕以外の先生が思っている通りに一応入れておきました。でこれは結局人と社会を対象とする学問ですね。で社会科学の方法論というのは科学の側面や技術の側面があると、理論と仮説を構築してそれを実験とか調査とかでその検証あるいは反証していくという方法が、まあ、現在の社会科学の主要な方法になっています。でかつその結果は社会へ還元してあるいは実装すると。ここにカルトの側面というのを書いてきましたけど、これは多分19世紀後半から20世紀前半の社会科学特に心理学あたりにはかなり仮説を立ててそれを実験で確認しながらその人と社会を説明する理論を
と仮説を立てて蓄積していこうという意識よりもむしろ、まあ、思い込みを理論化してでそれを信じる者たちは大学院に行ってその先生の弟子になり信じない人は別の先生のところに行って弟子になるとそれっていうのはほとんど宗教と同じような構造があったかなとそういうのはここで言う社会科学ではないと考えておりますので一応ケービアと言いますか留保として、これを書かせていただいたわけです。で社会科学はそもそも進歩するのか進化するのかということなんですがその、まあ、自然科学というのは非常に進歩の側面が非常に大きいと技術というのはあるいは工学というのは進歩と進化が半々ぐらいなのかなとで社会科学もそれに近いかなというふうに考えております、進歩の側面としては人と社会についての知識を蓄積していくということですね、心理学にしろ経済学にしろそういうものは全てそうですね。で人類の幸福向上社会の還元実装というものを目標としているわけですね。やっぱりその社会科学者というのはその人類が滅んでも社会科学やるんだという人はあんまりいませんでしてやっぱりその今問題となっている将来の課題である社会問題について心理学者は心理学の側面から経済学者は経済学の側面から法学者は法律の側面からその解明して、してできたらその問題を解決する示唆を提案したいと考えているわけであります。ただし、まあ、目標と矛盾する意図を定る結果もこの技術の場合と同じように生じうるわけでして、まあ、ここはちょっとさっきと同じ例を挙げてますがこれら単に技術によってこういう問題が副作用として生じただけでなくやっぱり人間の心理学あるいは政治学あるいは法学なんかの誤ったその、まあ、理論であるとか誤った適用によって、これらがより起こりやすくなってしまうと公害なんかもそうですよね法律が対処が遅れたとかいうことがあるわけでして、そういう側面も、まあ、目をつぶるわけにはいかないだろうと思うわけです。で、まあ、進歩の側面があるとそれと同時に進化の側面もあるだろうと、人と社会による仮説を作って選択するとその選択する場合にはその反証がなされるとから人や社会と社会科学の間の相互作用による複雑性もあるとから再帰性と共振化もしていると要するにその社会科学が進めば人間理解社会理解が進むとそれに基づいて社会を設計をすると民主主義にするとか計画経済にするとかそういうやつですね。でそれを前提としてさらにそういう体制の中で人々はどういう行動をするかどういうシステムがフェアかどういう経済構造が望ましいかというのを社会科学をするとでそれに基づいてまたさらに社会システムがあるいは経済システム等が変更されていくという意味でこの再帰性があってその結果この人と社会についての知識と言いながら人と社会が社会科学の成果に基づいて変わっていくという側面も無視できないだろうというように考えるわけです。で4つ目最後ですが人文科学ですね。人文科学として何が最も典型的な壁紙になるかなと思いまして、オーケストラ音楽クラシック音楽を挙げておきました。これをイメージしながら聞いていただけると思います。で人文科学というのは哲学倫理学美学文学芸術さまざまなものが含まれると思います。ちなみに哲学について日本ですとこういう人文科学というように考える場合が多いんですけど欧米ですともうちょっと自然科学的に論理学だとかああいうのに近いものと位置づける大学がちょっと多いと聞いております。で人文科学の目標というのは、まあ、善であるとか美であるとか徳であるとか幸福なのかなと。で人文科学の方法というのはさまざまな知的芸術的鋭意ではあるけれど少なくともその自然科学社会科学それから工学の方法とは違うなと。どう違うかというと別に音楽を作るとか芸術を作るあるいは文学作品を作るとあるいは哲学を本を書くという時に実験してあるいは社会調査をして、それによって自分の立てたその善とは何かとか自分の描いた芸術作品の絵を
反証しようとか検証しようとはしませんよね。その意味でその自然科学的な方法以外の知的経緯、知的な経緯ではあるけれども、これだけちょっと違うかなというように考えるわけです。で、じゃあではその究極の問いである人文科学は進歩するか進化するかなんですけれども、人文的創造というのはかなり一心専属的な面が強いかなと。ベートーベン、あるいはモーツァルト、あるいはカンディンスキー、ルノワールとか考えると、彼らの方法論を取ればみんな我々もベートーベンになれるかというと、これはなれないんじゃないかなという意味です。から固定的目標の不存在ないし主観性ということがありまして、まあ確かに人類の平和と真、幸福を高めたいということで、哲学をするということもあるにはあるんですけれども、必ずしもその目標自体は固定してないだろうと。先ほど言ったように何が幸福か、人々のニーズは何かで、何が真なのか、何が美なのか、何が善なのかということについてはみんないろんな意見があるわけですね。そうすると固定してはいないし、それら自身がその時代とともに変わってくるだろうと、そういう意味です。でかつ蓄積も限定的かなというのも、その例えばファッションなんかを考えて、ファッションクリエイターが次々と作るけれど、あれってサイクルがあって、ミニスカートになったりロングスカートになったり、髪が長くなったり短くなったり、茶色になったり黄色になったりしますよね。そういう意味でもいわゆる進歩とは違うかなと。むしろ進化の側面が非常に多いんじゃないか。その、まあ、人と社会によってこれはいい芸術だと選ばれるということですね。で目標の不確定性は先ほど申し上げました。からかつその人や社会と人文学との間の再帰性があると。例えばファッションクリエイターが新しいものを出せば、みんながそれを従って、採用して、ファッションが一般になると。それを前提として、さらにそのもっと奇抜なファッションになるとか、要するにその人々の何が美しくて何が良くて、何が幸せをもたらすニーズかということ自体が、その人文科学の成果によって影響を受けるし、人文科学の人たちの知的経緯自体も、今度は社会が何を求めているかと、人々は何を美しいと感じるかというのものを影響を受けると、そこに相互作用があって螺旋的にこう変化していき続けるというようなニュアンスです。ニュアンスというかイメージです。そうすると、まあ人文科学というのはかなりその自然科学や工学や社会科学に比べると進化、先ほど定義したその3つのモジュールからなって、偶発性と無目的性といいますか、価値フリーとに近いんじゃないかというように考えるわけです。そうすると、いよいよ最後の結論になるわけですが、まあこれはご存知のようにセプテンバー11のテロですね。でこれは覚えていらっしゃる方も多いかもしれませんが、1986年でしたっけ、チャレンジャー号というスペースシャトルが打ち上げ時に爆発したと。でこの下のあるやつ、これはもうまだ記憶に新しいところですけど、福島第一原子力発電所の事故の後の、この水素爆発した後の廃墟になった模様ですね。でそのこういう科学技術、社会科学、人文科学というもののは制御可能かというのが今日のテーマだったわけですけれども、まず発見と創造の論理というのは、先ほど申し上げたようにその、まあ、思いつくかと。発見はそこまでなんですね。で科学的方法というのは、その思いついた仮説や理論を実験等によって、まあ、反証しようとする、ないしは検証しようとすると。その方法というのは仮説検定法として確立はしているわけですけれども、そもそもその検定検証反証の対象である
理論とか仮説を作り出すクリエーション自体というのは多分制御が非常に難しいだろうと思うわけです。ではその制御する方法ということになるんですが、法学部にいるわけではないいるからではないんですけれども、法とか社会規範というものが重要なものだと一般に信じられていると同時に、そうだろうと思うわけです。しかしその法とか社会規範が科学技術社会科学人文科学を制御する能力はどの程度あるかと、これについてはある程度はあるというぐらいにしか考えていないんですね。私の同僚なんかではもっとできるんだという人もいるんですけれども、僕はかなり、限界が大きいんじゃないかと思うわけです。しかしある程度制御可能で、あるその法とか社会規範というものが人間の行動や社会のありようについてある程度制御可能であるとすれば、その科学技術自然科学社会科学人文科学というものも結局は研究者や芸術家のような人間の営利に他ならないと。であれば法と社会規範の対象としてある程度までは制御可能だろうと思われるわけです。ただどのくらい制御可能かについては、この進化と進歩という区別がかなり大きな意味を持ってくるんじゃないかと思うわけです。で、進歩の場合ですと、先ほどの定義のようにその自然というような一貫したものを一生懸命説明しようとするとか、人々の幸福のために技術を開発するとか、社会科学の理論とモデルと仮説を作っていくというように、ある意味で目標は一応固定している場合が多いと。そうすると目標が決まっていてみんなで努力するとなれば、その発見と創造自体はなかなか制御できなかったとしても、このマンパワーと資金と時間をかければ、その新たな理論、新たな実験、新たな社会調査、そういうものは可能になるわけでありますから、直接的な制御ではないかもしれないけど、そのある程度進めたり、あるいはこの分野やるなと、例えばエンブリオニックステムセル、胎児性のステムセルについては、その脱胎をした胎児から取るわけですから、それは人倫に反するというようなことを、もしもアメリカのように考える人が多くなれば、その研究はするなということになるわけですね。そういう意味でその禁止したり、あるいはその促進させるためにお金と金と、お金と金は同じか、お金と時間とマンパワーをかけるというようなことを社会的に決定すれば、必ず一定以上進むというような面で、その進歩というのは制御の可能性がちょっと高いかなと思うんですね。ところが進化の場合はどうかといいますと、その先ほど言った複雑性ですね、再帰的にその技術や社会科学や人文科学の成果が人々のニーズと幸せの定義を変え、それによってさらに、技術や社会科学や人文科学が変わってくるということになりますと、その目標というのがこうフラフラ動く、それを撃ち落とすというのは変な話ですけど、というのは大変に難しいですね。ですからロケットなんかで、飛行機を撃ち落とすという戦争をやりますときに、ランダムに目標の飛行機が動けば非常に予測不能になってミサイルが追いついていかないと、そういう側面があって、その進化の場合は制御はより難しいんじゃないかというように考えるわけです。で、そうすると結論として、ちょっと時間が来ましたので、法と社会規範による人間の知的経緯は、進歩の制御はコストと時間をどれだけ突き込むかの社会的決定次第であり、他方進化の側面は短期的とならざるを得ず、かつ効果も限定的であろうということが、その進化と進歩を区別してこの4つの知的領域を分析した結論となるわけです。どうも、以上で私の お話を終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。